番いい敗者復活を頼む。いきましょう、敗者復活第2ブロック、レズ VS 稲代今問い、つなぎ VS 田岡が今回ね、同キャラで一戦目破れてしまって、いきなり敗北いただきますので、稲代今問い、対してポイントランキング現在トップのレズ、はい、空投げ。さて、空投げが1回入った時点で、田岡のダイヤは 6.543.5 まで跳ね上がる。ここからの立ち回り、どう塞いでいくか、レズ。しんどいよ。とりあえずチャージは食べたいけど、ダンシングヘッジで割とままならない。右側から、つないで、ワンボン。やった、念願のチャージを手に入れた、日本。DC、DC をぶつける。さあこれ、ディーナグ、アールテガード。さて、ワンチャンの匂い、ワンチャンの匂い。レズ行くか、行けんのか。ディーナグ、エリアで、一致。さて、先週はレズツバキ。おやおや、ギリがでしのぐ、上から落ちてくれ、中断通して、チャージ放棄、チャージ放棄、立ち回りで西を振り切りにくれる西大君、カウンターワンコン、はい、ワンチャージ、さて、的に移れ、チャージが2、2本、青で、青で、的を追いかけて、レズはゆっくり A2 で取った、いいなから、まずはゴニュー使って、ぶっ込む裏表ガード、ガーキャン、しのいで、さてさて、しかし、ガーキャンからのジャプシー、形状回収、DD、カウンター、これは逆転はギリ、効かないかな、いや、逆転したか、微妙、ジャンプビー、バスト、もちろんバスト、ガーキャン、呼んでる。そこまでは呼んでる、ガキャン。さて、タオパクを追いかける作業が始まる、始まる、始まるよ、いえ、ガキャン。まあもちろんガキャン使います、まあもちろん使いますよね、ジジ。さて、第3ラウンド、ここです、問題はここ、お互いバースト使いつかっての第3ラウンド、先手まとい、ダンシングエッジの派生でごまかしながら、まずまた弱コア300、ジャプシー、ああいうシャドウ OK、 すごいな、発見は強くないって言うけど、シーアリ連携、これはブランディングです、メズメズ無理やり行くが、そうそう投げられるもんでもない、さてここから2D、アラフルコインドラム、メズのワンコンだぞ、さあ無理やり、バーストガード、ワンチャンの匂い、ワンチャンの匂い、来た、まあまあ減ら、減りはしない、ここでは、さて、ゴブって、しかし DD ダイブ落ちて、バースト落ちて、バースト、いい勝利、ロクシーまで、レズが勝利、21、行きましょう、ベスト第2戦、ズール VS エスケ、白面カルル、カルル側としては白面はグロール組み合わせの一個なんだが、やらかした、エンジン以外からアレクレット2名3700、エースグロコップサイドのだけで伸びているのか、レッドゲームは格ゲーを強くするとはね、あの昔の偉い人が言った言葉なんですが、 TSO をやってたら急に準優勝できましたとかね、ジャンプへ中退く、体力リーダーエースケ、そして8人ぶっ込みワンコン、さてズームとしてはそろそろ発射が止まる、ワンチャンが欲しい、そろそろワンチャンは欲しいのですが、姉を休ませる、踏み込めないズーム、踏み込んだ、でも逆に回る、ホタルから色々あってラストで 6D 巻き込めない 2D、 そして悟空陣、
コスエジダメプレイ。最後はピヨカウンターまで、まず一本選手エースケ。ちょっとびっくりしたけどね最後、まず一本選手エースケ第2ラウンド。吹き風でイルバーナ足るからどうやってんけどな、本当はなかなかそううまくはいかないもんです。いえレンガマンゴー2700だがバックステーキ5Dでしときます。バックステー 6D のあれバカ体力リーダーズレエースケ追いかけるがジャンプ C で押し返すズレ。まずはお姉ちゃんを進ませて、お姉ちゃんを進ませて、もうもう組んだ、これ以上は組んだ。画面中央もちろん JDC だがウィーレッパー返します。この音がうまい。4本使ってワンコー3800巡回モード、スーツ巡回モード、エースケ降りた、クーラーが通る。だってこれで半分は、だが2発当て失敗、いや違う、失敗したつもり、いやでしない。さあ2番ホタル、最後は2発当てセブの連携に持ってったが空中からのホタル知事第7ラウンド初手ツール、初手ツールエースのテンションが2下がった。ここからゆっくりとジャンプ C の雨をかいくぐって寄っていきたい。もちろんウィーレッパークーラーが通る。バースト、さてレミシー刺さって、バーストお互い1本使っての状況、体力リーダー発生する。さあどうしよう、端まで端が見えてる、端にエースさて巻き込んで表裏バーストセゴガーキャン取られて、ガーキャン取られて指導588。エースケこっそりアレゲージを回復、こっそりアレゲージを回復、アレゲージ見よう。さてアレゲージを回復して何とか立ち回れるようになったエースケ、いいえさらにお手切り、パンパミス、ワンチャン、ワンチャン、バースト、さて2本使ったよ、2本使ったらカルガーのプライバー1よ、当たれば割り放題、当たれば割り放題、触れれば割り放題、そんな割り箸、割り放題なんだけど、触りたい、あー、でも届かねえ。マリアというわけで勝ったのエースケ、 JDC2C7 本は8本あればな、勝ったのはエースケ。言いましょう、ベスト8第4戦レズ VS ハネ、立川での羽田市は遊びに来て1回戦の相手がまさかのレズ椿というね、今回はこの2駅左から投げはさすがに抜ける、いろいろ補正切り 2C5C4D、 しかし初手攻は跳ね 6C シャリン、あー巻き込んだ、入りがジャンプミスかな。さてもう1回エリガイジはぴったり2枚目、送らせからのウィーレッパー、これは初もない読み、カウンターです。いやーよく見てた、ガーズも勝利で抜けて、しかし来たエヴァ、シーアリエヴァ、さてここからレンドツバキ3本、ワンチャンが欲しい、A 勝利、カウント、ワンちゃんが欲しいんだぞ、
に突くから、抑えに行くが、ツバメ返し、加減使わせたまではいいが、チャージガン、チャージがない、チャージがない、コービーパスを使う、タイム、ガキャン、しかしこれはガードからの冷静な逃げ、カブン、まず一本選手は跳ねない、第2ラウンド、両開幕コーナー、ボビー、逃げから、ワンボン、何度いてもチャージできる。完成フレームが刺さってワンコン ACC、 もちろん見逃しめずじゃない、結構減る、これまずい、さてもう投げさせた、ここ勝利、これは美味しい、しかしコンポミス、椿なんて対戦したことねえから大きさわかんねえや、ドットまであるからいきなり、そして最後は冷静に早出し B に対して2種タイプ、これで11、第3ラウンド着地硬直です、コンボミス救われた、水勝利割って試合、ここでスワメ、ただ必要に勝利、真上で落ちる、ここでガードだ、スピードアップのワンコン、醤油これはさばいた、跳ね返ない、チャージは使い切る、ここでツバメ切り返す、ツバメで耐える、体力はほぼごめん、いいえバスト通る、投げっぱなし、体育読み、あれ耐えてバランスセーブ、ナブカイが通った、2本使って青登ってる、登ってる、しかしに勝ったのはネズ、